めっちゃ似合ってますね。安定の清掃ですか。それです。そうですよね。もう下までだーっと舐めてもらうとね。これが最高の清掃ですから。この時期笑われるんですよ。寒いから何でも笑うのよね。こんな時まで撮影してるんです。さすがですね。静岡国会たくさんの方に楽しんでもらえればいいなと思います。楽しんでもらえるかな。ドキドキです。足長く見えません。売られてる。明治安田生命 J2 リーグを戦い終えた強い金沢の選手並びに監督スタッフが勢ぞろいしました。皆様盛大な拍手をお願いいたします。非常に苦しい時期もありましたけれども、どのような状況にあっても水源を心強く支えていただき、温かい熱いご声援を送りいただきましたこと、心から感謝申し上げます。誠にありがとうございました。もうちょっと考えようと思ったんですけど、今日引退バブルでちょっと忙しくてなかなかちょっと話をまとめきれませんでした。何にせよ、これから先の制限を、一緒に歩んでいただけたら嬉しく思います。1年間応援ありがとうございました。球席ありがとうございました。新潟と横浜 FC のスタッフに J1 昇格おめでとうと伝えました。そしたら残留おめでとうございますという言葉が返ってきました。いつもなら普通にありがとうって答えてましたけども、今年はそんなんでいいのか、なんか違和感も感じたし、悔しい思いもありました。上を目指していくにはチームもクラブも今まで以上の努力が必要になります。一人一人責任と厳しさを持って、みんなが一つになって戦っていくことが大事になります。ですけど我々だけの力では難しいところがあります。パートナー企業の皆様、各自治体の皆様、そしてサポーターの皆さん、ボランティアの皆さん、さらなるご支援と応援をよろしくお願いいたします。来シーズン上を目指して戦っていきます。1年間本当にありがとうございました。監督がいよいよ上を目指すという発言がありました。シーズン途中の石川制限の株主総会で、今期から代表権を北国新聞の会長、鳥田会長に、代表取締役会長に就任をいただきました。それにより取締役会の報道メンバーに新しい知事の長谷博知事、そして村間市長、そして同じく前からの役員であります北国銀行の浜崎会長、この地域にとっては最強の布陣だろうというふうに思っています。今担当のおっしゃったように、これから先上を目指すにはですね、またとない組織が出来上がったというふうに思っています。先週も努力するのは当然ですけど、我々バックアップする石川制限も本当にこれまで以上の努力を重ねることを皆さんにお約束をしたいというふうに思っています。最後に引退する広井キャプテン、
6年間キャプテンを続けていただきました。私は毎年もここ3シーズンありませんでしたけれども、シーズン報告会でのヒロイキャプテンの挨拶でですね、どんどん成長してるなというふうに思って、こんな何ていうんですかね、毎年成長する、30過ぎて成長する、素晴らしいと思いました。多分これから彼はセカンドステージに立たれると思いますけれども、今の姿を見たらきっと成功なさるというふうに思いますし、皆さんのご支援をお願いしたいというふうに思います。次元体はまだまだ夢途中であります。皆さんの夢を真に受けて、共に上を目指すことを誓いし合って、御礼のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。ご挨拶ありがとうございました。